あ、どうも、ご無沙汰しております。いつもご覧になっていただきましてありがとうございます。はい、ということでですね、今回はですね、今再放送もやっておりますので、ウルトラセブンの、ポインターの中からですね、ちょっとお借りしましてですね、お送りしたいと思います。今回はですね、独断で選びました、主にですね、昭和60年代70年代のB 級特撮ヒロインの、ベスト3を、決めてみたいと思います。はい、この場合のですね、B 級というのはですね、作品の質ではなくてですね、まあ、ウルトラマンシリーズなどに比べてちょっと知名度が、落ちるという意味合いですので、そういう意味のちょっと B 級ですのでよろしくお願いいたします。あ、それとですね、ベスト3発表の前に番外編といたしまして、メジャー作品からですね、ヒーロー番組を支える、個人的にですね、ちょっと選びましたですね、スーパーサブ的なですね、印象に残った女優さんを、お二方ですね、ご紹介したいと思います。それでは、番外編の方からどうぞ。番外編の、お一人目のご紹介です。お一人目は水の絵純さんです。水の絵純さんといえばですね、何と言いましても特撮ファンの間では、篠森章太郎さん原作のですね、人造人間機械ダーの生みの親、光明寺博士のですね、娘である光明寺三つ子役が有名ですね。役柄の中ではですね、常に機械ダーの敵役であるダーク破壊部隊にですね、付け狙われていてですね、ジロー助けてというですね、定番の叫びですね、これを叫ぶとですね、どこからともなくですね、おなじみのギターの音ですね、チャン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 チャチャンチャンっていうのがですね、聞こえてきてですね、小高い丘のところからジローが、登場し機械ダーに変身するパターンが、定番でした。そもそもですね、水の絵さんのデビューは加山由里という名でですね、歌手としてのデビューだったみたいですね。同時に女優としてもですね、活動を開始されていて、機械ダーでですね、特撮少年の間でブレイクされたということですね。まあ、代表作といってもこれいいでしょうね。ルックスはですね、本当に当時流行っていました、お目目パッチリで、ちょっとですね、幸薄そうなですね、少女漫画から飛び出したような雰囲気を、醸し出されていましたので、それが当時の特撮少年のハートをがっしり、掴んだのではないかと思います。まあ、今はですね、女性の方が強くなってしまっているので、このタイプのね、女優さんがもう絶滅危惧種的になってしまったので、まあ、本当に貴重なキャラの、女優さんだったと思います。番外編ですね、お二人目はこの方、沖若子さんです。沖若子さんと言いましたらですね、仮面ライダーのですね、いわゆるライダーガールズの、ユリ役ということでですね、特撮ファンの間では知らない方がいないくらい、有名人ですね。山本リンダさんやですね、後にですね、大女優となられます、島田将軍陽子さん、またですね、某政治家のですね、奥さんになられました高見エミリーさんに比べましたら、ちょっとね、地味な感じがする役柄でしたけれども、コーヒーにですね、フレッシュみたいな感じのですね、まあ、そこにいないと何か物足りないといった感じのですね、立ち位置の役だったと思います。調べましたらですね、沖さんはですね、なんと赤い稲妻というテレビドラマでですね、ヒロイン役で、華々しくデビューされているんですね。この赤い稲妻なんですけれども、沖さんの役はですね、ヒロインということだったんですが、なぜかですね、その設定がですね、空手の達人という設定だったらしいですね。ということでですね、沖さんはですね、役作りのためなんですけれども、一月間、国学院大学のですね、空手部でですね、みっちりとですね、修行をされたらしいです。そのアクションがですね、認められて、後に仮面ライダーの、出演が決定したということらしいですね。はい、番外編の方いかがでしたでしょうか。まあ、
本当にね、まあ、あの女性にですね、あの年齢のことを言うのは非常に野暮だと思うんですけれども、まあ、このお二方もですね、もう70歳近いと思うとですね、もう時の流れをですね、もう感じてしまってですね、もういかに自分がですね、おじいになったかっていうのをですね、もう改めてもう実感してしまいますですね。もう今どうしてあるんでしょうね。もう女優とかはもうされてるんでしょうかね。まあそれではですね、ちょっと、気を取り直してですね、あくまでもこれも独断ですけれども、ベスト3の発表を行いたいと思います。それでは、どうぞ。それでは、独断で選ぶ B 級特撮ヒロインベスト3、3位の発表です。3位は夏純子さんです。まあ、あの特撮ファンの間ではですね、夏さんと言いましたらですね、何と言いましても、あのシルバー仮面のですね、春日ご兄弟の長女瞳役が、有名ですね。柴俊夫さんやですね、あの篠田三郎さんが演じるあの癖の強いですね、あの兄弟をまとめるですね、あの頼りがいのあるお姉さん役をですね、見事に演じておられました。シルバー仮面時代はですね、あの裏番組にですね、あのつぶらやプロのあのミラーマンというですね、あの当時の子供たちに大人気の番組があったので、視聴率的にはですね、かなり、苦戦していたみたいです。しかしですね、あのウルトラマンを作った、スタッフが結構あの参加していて、初期の頃はですね、あの名作のですね、あのジャミラの回のですね、監督でありました、あの実相寺昭雄監督が演出された回もあってですね、特撮番組の中でも非常にですね、ちょっとアングラ色の強いですね、異色作と、なっていました。今でもですね、もう結構あのコアなファンがいる作品ですね。で、夏さんなんですけれども、1969年にあの榎並京子さん主演の映画女賭博師十番勝負で、本格デビューをされています。本人のですね、お言葉によりますとですね、あの女ジェームス・ディーンのようなですね、影のある役ができる女優を、目標にされていたみたいですね。当初はですね、あの不良女子を描いた学園映画で結構あの主演を張っておられましてですね、不良少女孫という作品が、当時、結構評判になっていたみたいです。シルバー仮面の頃のですね、あの真面目でですね、本当にあの実直な感じのお姉さんとはですね、かなりイメージの違う、ちょっとダーティーでですね、過激なシーンも演じられていたようです。そしてですね、あのシルバー仮面以降はですね、あの不良少女映画時代の、イメージをですね、ちょっとあの膨らまして発展させたようなですね、事件に絡んでくる、悪女役が似合う、女優として、独特の存在感を発揮されていました。それでは、2位の発表です。2位は牧麗さんです。牧麗さんと言いましたらですね、特撮ファンの間ではですね、あのスーパーロボットレッドバロンとですね、緊急指令天砲天天のですね、本当にあのキュートでですね、あのかっこよくて、小気味のいいアクションをするお姉さんという、イメージが強いと思いますね。まあ、本当にですね、いろんな意味で、ちょっとギリギリのですね、アクションをされてたという記憶があります。この方もですね、もともとは、歌手からのスタートみたいですね。1969年に、夕焼けは知らないという曲で、歌手デビューをされています。これはですね、知る人ぞ知る、逸話なんですけれども、あのウルトラセブンにですね、あの有名なエピソードなんですけれども、あのおもちゃがですね、あの人を襲うというですね、アンドロイドゼロ指令というですね、回がありましたですよね。そこにですね、あの美女アンドロイドが登場するんですけれども、マキさんはですね、そのアンドロイド役の、第一候補にですね、入っていたらしいです。まあいろんな事情がですね、あったと思うんですけれども、結局それは叶わずにですね、小林滝子さんがですね、その役をですね、演じられていましたけれども、まあその代わりといってはなんですけれども、ウルトラセブンのですね、サイボーグ作戦というエピソードにですね、本名のですね、宮内恵子名義で、マキさんは出演をされています。
まあ、この方のですねアクションはですね、あの当時のですねあのもう子供目線から見てもですね、いや本当にですねあの切れ味が良くて、その例えばキックのですねフォームも綺麗でですね、いや本当にですねあの事務所のですね方針次第ではですね、第2のあの塩見悦子さんに、なれる逸材だったんではないかとですね、あの僕本当にあの個人的には思いますですね。まあ、日本だけではなくですねあの本格的なアクション女優として、もっとあのワールドワイドな、ご活躍を見せていただきたかった女優さんです。はい、それではですねあの独断と趣味で選ぶ昭和 B 級特撮ヒロイン1位の発表です。まあ、1位はですね大体もあの人じゃないかなということでですねちょっと皆さんもですね、予想はついていると思うんですけれども、じゃあ発表いたします。1位は、城野由希さんです。まあ、城野由希さんといえばですねあの僕らの世代ではもう本当にあのご存知、キャプテンウルトラの茜隊員ですね。茜隊員と言いましたらですねある意味あの私たちの世代にとってはですねあのウルトラセブンのですねアンヌ隊員と、双璧というべきですね、男性ファンにですね熱い支持を受けていたあのヒロインだったと思います。まあ、本当にですね、品のあるですねお綺麗な顔立ちとですね、アンヌ隊員同様のですね、適度なですねお色気を持ち合わせたですねある意味ですねもう完璧な、ヒロインだったと思いますですね。もともとですねあの城野さんはですねあの大学卒業後にですね、町でスカウトされてですね、そのスカウトされた年にですねあの10本の映画に、出演されています。そしてですねあの1966年に、梅宮辰夫さん主演のですねあの地獄の野良犬という映画があったんですけれども、それでですねあの梅宮さんの相手役に、大抜擢されましてですねあのメジャーデビューを果たされたとのことです。1968年にはですねあの女優の傍らですねあのレコードも、出されているようですね。マイダーリン東京という曲ですけれども、これはですねちょっといまいち、ヒットしなかったみたいです。まあ、あの数多くのですねあの映画でですねもういろんな経験をですねあの積んでおられますので、子供番組のですねあのキャプテンウルトラで、まあ、毒キノコと言いますかですねあの松茸みたいなですねあの悪の宇宙人のワンデル星人というのが出てくるんですが、あのそれにですねあの拷問されるシーンがあったんですよね。まあ、そこでですねこれはちょっとお茶の間のですねお父さんへのですねサービスではないかというようなですねもう渾身のですね演技をされましてですね、それをですねあの一家団らんで、見ていたわけなんですけれども、当時小学生といたしましてはですねちょっとあの気まずい雰囲気がですねあの周りに漂ったっていうのをですね、強烈なインパクトとしてですね今でも覚えています。はい、どうも、ベスト3を発表させていただきました。やっぱりですねあの僕らの世代にとってはですねやっぱりアンヌ隊員はやっぱりあの別格でいるんですけれども、やっぱりね、茜隊員もですねやっぱりこれどっかでですねあの日の目をですね、出してあげないといけないというようなですね変な使命感がありましてですね、やっぱりそれだけはやっぱり人気がありますから、はい、ベスト1ということで、選ばせていただきました。多分にですねあの個人的趣味が入ってしまいましたけれども、もっと他におるやろうという方はですねあの書き込みの方を、よろしくお願いいたします。あ、それとですね、またですね本当にあの不憫なチャンネルですんで、よろしければあのチャンネルのご登録の方を、よろしくお願いいたします。それでは